はい、どうも。後付け実況のアルです。左画面で、今日はね、嵐さんという方と、やべえ、喉が。嵐さんという方と、初動だけトリプル縛り。で、以降はダブル縛り。で、やったんですけど、まあ結構めっちゃいい試合あって、めっちゃ長くやってくれたから、2時間くらい。まあ全消しもいっぱいあったんだけど、今回はラッキー。ラッキーが多かった試合、全消しはありません。全消しは次出そうかなって思う。ラッキーがやばかった試合をお送りいたします。そして、風邪は全然治ってません。でも体調は少しずつね、良くなってきたの。多分これはね、もう確実に花粉ですね。くしゃみが大連発してるから。で、これ俺左画面なんだけどね、これね、HH4 で2連鎖まず作るじゃん。で、もう一個作るの忘れて、作れてないんですよ。ね、次の試合からはちょっとこういう試合はちょっと早送りしつつお送りするんだけど、お送り。これ見てて、すごいから。相手がね、トリプル組めるのかな？マジで喉がもうね、鼻声だよね。なんか、熱とか全く出てないから辛くはないんだけど。で、相手が、1、2、3。で、俺ハマっていく。相手4。これ全消しではない。で、4連鎖で、俺ハマったんだけど、これ、ただハマっただけじゃなくて、HH4 のところにハマったから、まず確定2連鎖。確定ダブルラッキーみたいな。で、ピラミッドまで起こって、ヒサゴン。でも相手が右がハマってますね。ピラミッドラッキー。で、俺焦って組み始めて、でもさすがに、耐えないんですよね。消えなかったから。これ消えてたらちょっと、消えてたらってなんだ。さあ、この試合もラッキーですね。トリプルちゃんと組めたのかな？次は。待って、ごめんね。ちょっとマウスいじっちゃって、あれが出たけど。これ放置しとかないと、バーが出ちゃうの。再生バーみたいのが。さあ、ここら辺まででいいかな。多分喋ってたけど、多分早送りしてるわ。で、ここでもう無理だなって思ったんだけど、これ一応黄色消して、賭けに出ます。で、賭けに勝ちました。このありえないダブル。ありえないダブルを放っていきます。はい。ありえないダブル放って、さすがに3連鎖まではする。で、4連鎖もしました。でも相手がハマってます。これ惜しくも全消しならず。で、相手ピラミッド。で、相手ヘキサゴン。これ強いね。でもね、刺さりはしない。だから多分ここでもう一回早送り。で、ここで、相手がダブルが、ネクストで組めますね。俺組めなかったのかな、これ。そう、初動だけトリプルだから。さすがに途中からトリプルはかなりきついものがある。ガチの運ゲーになるから。運100%になるから。で、ここがダブルで押されてしまい、負けてしまいました。さあ、こちらちょっと面白いですよ。トリプルトリプルでお互い打てるんだよ。言っちゃえば。言っちゃうけど。打てて、そっからね、ラッキー起こらず、面白い結末になりました。で、俺はここ HH4 決めます。まず。これできるようになったのでかくない？前までさ、人工全消しみたいの、ピラミッドの土台でしか作れなかったけど、これできるようになったんですよ、俺。成長しましたね。で、ここでピラミッドの土台を作っておく。そして、赤で蓋をして、あそこの HH4 決まったら、一応紫が降ってっていう感じだけど、ちょっと紫が全然来なくて、こうしとけばさすがに降るだろうって思って。こんな感じに蓋をして、ちょっと考えてる。あれ、紫あっちが行くかって。行くよなーって思って、相手を一応待ってます。トリプル同士で打ち合いたいからね、せめて。せっかくなら。で、相手も打てますね、これ。で、俺ちゃんと HH4 が決まって、ピラミッドまで連鎖。相手も、ヘキサゴン。そしてトリプルトリプル。トリプル対トリプル。さあ、色が消えない。
色が消えない今のところで、これでギリギリ俺の負け。これめっちゃ惜しいよね、相手消えないよね、これめっちゃギリギリ。で、これでギリギリ俺の負け。さあ、こちらの試合がラストですね。サムネは何になるんだろう、わからないけど、この試合はめちゃめちゃロングゲームです。めちゃめちゃロングゲーム、ちょっとノーカットでいこうかな。ノーカットで。声がキモいね。それだけはまず許してほしい。俺どうやってくんだろう、これ。まずそこ多分紫消すじゃん。わかるのよ、大体。で、あ、これ相手がちょっとミスっちゃったやつだ。なんか相手があれで待ってるけど、トリプルじゃないのになんでだろうって思って。わかんなかったけど、わかんなかったんだけど、多分間違えちゃったのかな、わかんない。詳しくは。で、俺はここ脳死してます。あれって、相手、なんないよな、あれって思って。なんでだろうって。そしたらここで俺は、色は来るんだけど、これ連鎖するか？で、相手なんでだろうって思って。まあまあまあ、ここでなんか打ったけど、実質トリプルってことでいいでしょう。で、俺はなぜか連鎖しません。俺が不正です。俺ダブルです。あれなんか謎だよね、あの動き方。あれはちょっとね、謎、本格的に。で、こっからダブル勝負。ダブル勝負で、赤がいい感じになったから、ここで紫やるかって思って、紫やって、で、俺、一番下見て、あれ、紫消せばストレートになるじゃんって思って、これ消します。消して、ストレートでダブル、これで。これ気づいたのよかったね。ダブル、打ちのして、うん、でもストレートだから火力が低い。火力が低い。ちょっとこれ長くなるぞ。10分はない。5分は確実に超えるよ、この試合。長いですからね。10秒スキップをね、自由にしてください。こういう紫消えちゃうので、ダメです。赤と、青。ちなみに今日っていうか今ね、9時半なのよ。動画投稿する前の9時半ね。日曜日の。昼間ちょっとね、人生初の、まあ誰とは言わないけど、配信してる方がいたんで、キックスボール。スナイプしようと思ったの。3回挑戦したんだけど、3回とも失敗しました。俺、スナイプするの下手だわ、多分。しないけど、今後。多分。いや、するかわかんないけど。意外と、スナイプしてないのに、配信してる人と当たっちゃったりとかたまにあるけどね。その時わかるもん、一瞬で。なんかね、スナイプ勢がいると一瞬でマッチングするんですよ、スナイプ勢と。でも、なんだろうな、ちょうどその配信者が終わってマッチングするっていう時はめっちゃ大人数がマッチングするんで、すぐマッチングするの、知らなくても俺。でもね、その配信者が戦ってる時誰もマッチングしないから、全然マッチングしない、このゲーム。このゲームマッチングマジでしないから、そうなると。これは組めんのか、これ組める。ちょっと惜しいね、トリプルで。相手はこれハマんないけど、これ耐えるのか、耐えるからロングなあ。そこで来るか。これ結構前に、3日くらい前にやったやつだから、もう覚えてないんだよ。今見てもすごいな。あ、そっちにあるんだ。赤で行くのか。うわー、赤で行くのかとか言ったけど、それが正解だった。正解ってなんだ。でも、あ、覚えてる、これ。この時、あ、相手縦置きじゃない、あの置き方ミスったな、これって思って。でも成功するっていうね。あそこまで粘っちゃうと逆に難しくなんない。で、連鎖していって、あの置き方地味にむずいからね。
もうこれ試合時間がそろそろ5分くらいいくんじゃないかな。もう球が落ちてくるの早くて早くて、左縦置きとかめっちゃむずいよ。俺ここでもうミスりそうな、バタバーミスりそうになってるもん。そう、ほら見てこれ。もう、どうしようどうしようってなって。で、一旦消します。相手の盤面すごくない？あ、ダブルいけるじゃん。あ、でもトリプルを狙いたいのか。でも無理だから、打っていくと。あれ行くとさ、さすがにトリプル狙いたくなっちゃうのわかる。ごめん、画像が止まってます、動画が。これ耐えないか、さすがに。あ、これ耐えないね。OK ってなんだ。で、次多分明日かな、明後日か明日か出すけど、全消しの試合が4試合あります。それちょっと出そうかなって思います。ということで、今日も後付けでした。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。頑張ってます。バイバイ。